どうも、鈴木です。今回はですね、中国の深圳というところに行ってきました。で、今回はですね、まずその街中ですね、深圳の街中ってどんな感じなのかなっていうのを見ていただきたいなと思います。で、その後ですね、工場見学っていうか工場視察ですかね、してきましたので、工場の様子なんかも別の動画で紹介したいと思います。結構ね、深圳の街中、日本と似てるよりやっぱり違うんですよね。やっぱ海外に来たなって感じがしますんで、まあ、その辺が見ていただけたらなと思います。やっぱ中国のね、こう、なんていうんですかね、技術革新っていうんですかね、すごいなっていうところも結構ありましたんで、この辺も見ていただければなと思います。では、早速、行きまーす。深圳の街中っぽいです。すごい、大きいな。これビルがすごいね、これ。さらにアップ。おー、すごい。このとんがってるあたりがなんか中心部っぽいそうです。車だらけだ、中国。すごい。ここにも、ミシン。見たことないメーカーの車が多いです。確かに、キラキラ感が多いですよ。まあ、新車は、
すごいじゃないか。すごいじゃない。で、最後は2元で1本だって。2元。这当做一个手电筒用。这个很亮啊。这个很亮。哦，すごい。これアクリルですよね。すごい。これ本当アクリル。これこれすごい。这个还是暗点灯调亮的。つけますよ、つけますよ。全部つけますよ。これ、iOS17 に合いますね。面白かった。これね、これどうでした？90元ですよね。これね、結構、アップルとほんの同じですよ。あ、本当ですか？あ、これ、そうなのね。ちょっと欲しいかも。はい。というわけで、深センの街中いかがでしたでしょうか。深センの秋葉原と呼ばれるところ、すごかったです。もう人も多いんですけど、謎のパーツ屋さんがたくさんあって、多分そういうの好きな人がいると、おーって興奮するような、そんなところでした。はい。ね、あとね、この深センっていうか、もう中国の街中の特徴として、本当その EV、電気自動車とか、電気バイクっていうのとにかく多いです。なので静かなんですけど、やっぱ後ろから来てるとかわからないんで、しょっちゅうクラクション鳴らされるんですよね。で、バイクはルールあるのかわかんないですけど、3人乗りとか4人乗りって当たり前なんですよね。で、さらにその、なんですか、道路を走るっていうのも、歩道を走ったりとか、いろんな角度から来るんで、危ないですよ。はい。で、ぶつかってもごめんね、ぐらいなんで、すごいところだなーっていうふうに思いました。はい。あとね、動画の中でも紹介したこれ、AirPods Pro、Apple とほぼ同じ仕様ってやつなんですけど、確かにね、確かに、こういう風な感じで、本物と同じような感じで、画面も認識してくれるんですけど、実際ね、音とか聞いてみると、あ、ノイズキャンセリングすごいなっていう、確かな性能が確認できました。これも最新版なんで、普通に買うと39,800円ぐらいするんですよね。90元ということで。はい。楽しいなと。
これ深圳でどっかでねアップルが作っててそのまま持ってきてんじゃないかなっていうレベルです。ちゃんとねあのシリアル番号とかも振られてるんですよ。何って思いますよね。はい。でこれのね最大のデメリットを1個だけ紹介すると、つけるじゃないですか、めちゃくちゃ、接続が途切れますしょっちゅう。なんで落ち着いて使えませんよって今全然使ってません。はい。あとですね、中国の街中事情として、街中じゃないんですけどこれ見てもらえるとわかるんですけど、日本って電気のあの部屋のスイッチとかってだいたい横にカチカチとかっていう、まああとオンオフっていう感じでこう押すものが多いですけど、中国は横っていうよりも縦になってるものが多いんですよね。あのこれたまたま工場のところ、お部屋のたまたま電気を見たら縦型だったんですけど、ホテルも同じような感じで縦かもう下かっていう感じで、あの国が違うこの辺のねルールも変わってくるんだな。まあ、日本で当たり前にね横だったんですけど、海外だと縦だったりすることもあると。あとこちらね電源プラグなんですけども、まあ、ホテルだからこうっていろんな種類があったりするかと思うんですけども、基本ですね中国の場合は 220V 対応なんで、あの普通の 100V のやつだと使えなかったりするんですよね。ただ最近のあの日本の製品でも 100V から大体 200V まで使えますよ、 240V かな使えますよっていう風にちゃんとアダプターの方とかに書いてあるんで、そういったものだったら使えるんですけども、基本高圧です。はい。そういったところですかね。あとおまけとしてこれ、はい、香港のエスカレーターの様子なんですけども、自然と右寄りなんですよね。お、関西方式だと思ったんですけど、これ多分ね、あの中国が左ハンドル右通行みたいなそういうのがあるからこういう風になってるのかなと思いました。はい。なので関西はなぜ右に寄ってるか謎です。はい。というところで中国の様子をお伝えいたしました。次回ですね、工場関係を紹介していきたいと思います。ではまた。全然使えません。工事長。